ねもさん、合格です。いやー、今回素晴らしいですね。パートナーに話して、もう、ブログ書いてるらしいじゃないですか。リーダーになってるじゃないですか。素晴らしいですね、これは。うん、有言実行ですね。うん、まあ、みんなやんないですからね。まあ、これをすぐその形にしてるっていうのは素晴らしいと思いますね。うん、やっぱその、うーん、 なんか身内にというか、知り合いにすら話せないんであるならば、これからその全く知らない、インターネット越しで全く知らない、会ったことも見たことも顔も見たことがない人に売っていくわけじゃないですか。多分、あの、すいません。ネモさんと僕お会いしたことないですよね。どうすか。ま会ってたらすいません。多分会ったことはないですよね。直接、差しで、対面で、二人で、二人っきりで。まあ、二人っきりで吉田さん会ったことありますっさ、ちょっとすいません。 申し訳ないですけど <laughs> うーん、だからそういうその顔を知らない人たちに売っていくって難しいと思うんですね。まあ僕はもう慣れちゃってるんで別に関係ないですけど。でも身内に身内に紹介できないのにどうですか顔も知らない人に売れますかって話で。だからこれはもう有言軸でやってるのは素晴らしいと思うんで。うんであともまあ情報ビジネスも鉄板ですね。 うん、まあ実際自分もね、30万で買ってるみたいで。<laughs> そう。まああとね、暗号通貨ね、昔あの、僕もめっちゃお問い合わせいただきましたけどね、暗号通貨。暗号通貨、仮想通貨が出た時に、僕 Facebook やってたんですけど、まあその時の Facebook のタイムラインがひどかったっすね。これが上場するとか、これが儲かるぞ、みたいな話で。 で僕が Facebook の投稿してすげえいいねされたのがあるんですけどね、どの仮想通貨が儲かるとか儲からないとか言ってる前にね、自分の価値上げた方が絶対儲かるよねみたいな。ね、結構いいねされましたね。そうじゃないですか、ね。あの価値が上がる、あの通貨の価値が上がるとか言ってるわけじゃないですか。いや、自分の価値上げてしまった方が早くねみたいな。絶対鉄板でしょみたいな。 え、鉄板じゃないですか。<laughs> 自分の価値上げちゃった方が鉄板でしょうって僕は思ったんですけどね。だそこは結構ね、全然ブレ,なブレる気がしないですね。だって自分が稼いでいくんだったら自分の価値を上げる、自分のスキルを上げていく、自分のレベルを上げていく。まあドラクエやったことあるんだったらわかると思いますけど、ドラクエでレベル99になればラスボス倒しやすくないですか <laughs> 単純に <laughs>。 確かにその武器とかね、いろんな武器とかありますけど、まあ、レベル99にしてしまえば、そんなに強い武器じゃなくて、まあまあボス倒せるじゃないですか。うん。だからそ、そう、う確実じゃないですか。ラスボスを倒す確実な方法、マックスレベル99に上げてしまえっていう <laughs>。僕のこれ持論なんですけど。うん。武器関係、もはやもう、 あのコンボでラスボス倒さずるぜみたいなね。それ、まあ、梱じゃ難しいかもしれないですけど。<laughs> そう。そうなんか変なね、マダンテとかね、なんか呪文なくてもいけるみたいなね。<laughs> そう。<laughs> うん。なんかここで気づ、ここで気づいてるっていうのは素晴らしいですね。商材を買うより作って販売した方が確実に稼げる。おっしゃる通りです。もう完全おっしゃる通りです。 完全おっしゃる通りですよね。うん。そう。だからまあ、そこに気づけたっていうのは一つの転換期かなと思います。で、あとは、その、ね、海上自衛隊8年やってるので、多分根性はありますよね。どうですか根性なかったら8年務められないと思うんですけど、どう思います 自分で。まあ僕、海上自衛隊に勤めたことないんで分かんないですけど、多分根性あると思うんですよ。で、僕もネットビジネスで一番大事なのって、うん、気合いなんですよね。いやこ、この話するとあんま通じないんですけど、ほんと気合い、<laughs> マジ気合いですよ。<laughs> マジで。だってコピー勉強するのも気合いないと勉強できなくないですかだってか、 勉強ししてて書いいいいいかないといけなとけうんまあこの実際に行動することが苦痛だったので仮想通貨に投資したりしましたみたいなうんでもそれでなんかちょっと痛い目になってるわけじゃないですかだからもう今は気づいてちゃんとやらないといけないなっていうところになってると思うんでそこにベクトルが合ってるんであるならば多分いけると思うんですよね うん、だ海上自衛隊も苦痛じゃなかったですか多分めちゃめちゃ訓練きつかったんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。でもベクトルが合ってたから8年勤められてたと思うんですよね。何かしら。うん。もう苦痛でしかないと思うんですけどね。まあ、その、すいませんね。海上自衛隊のお仕事内容分かんないんで、なんとも言えないですけど、なんかきついイメージしかないので。<laughs> うん それに比べると楽なんじゃないかなとは思いますけどね。うん。で、あとは、その、僕はそのネットやってていいなと思うのが、ここで書いてある通り、その、情報発信することによって、うーん、自分に興味ある人としかつるまないんですよ。これがめちゃくちゃいいです。なんか、組織に入ると、 その組織が選んだ人じゃないですかわかりますだから自分が選んだ人じゃないんですよ。だけど情報発信すると自分が好きって言ってる人が集まってくるんで自分が好きっていう人とこの話すっていうのは楽しいんですよ。それはそうですよね。 ね、でも会社組織とか組織が選んだ人とこの組織で一体になれっていうのはいろんな考え方があってもう考え方が違ったりとかこう人間関係泥沼とかいろいろぐちゃぐちゃしたりとかねめんどくさいでしょでょでそういうのもなくなるのであの発信力発信がすごく強くなればなるほどその発信力にうん来る人しか来ないので だからいい人しかいないですよ。そう。だそれもどんなコピーメッセージでどんなメッセージを投げかけてるのかっていうところが大事ですけど。うん。な感じですかね。 とはいえ、とはいえ、吉谷さん、何やったらいいんですかっていうところなので、あの、まあ、気合は確かに、確かに吉谷さんの言う通り、気合は大事かもしれないですけど、何やればいいんですかっていうところなんで、今回教材ありますので、しっかり勉強してね、やっていただきたいなと思います。はい。頑張ってください。アンケート、ありがとうございました。